インディオス、デル・ボーエルは、ニカラグアのプロ野球チーム。ボーエルは、ボーア人に由来する。1905年に、アマチュア野球チームとして、結成。1912年に、リーグ戦が始まるとその年に優勝し、ニカラグアの初代優勝チームとなった。1930年代には、太平洋側のナショナルリーグに属し、カリブ海リーグとのシリーズにも出場している。この時期から、 第2回、第3回のアマチュアアールドシリーズで活躍し、1956年のプロカマで現役であったホセアンヘル・メレンですが、当主、監督として在籍している。1948年から1952年に、かけては、財政難から、プエルトリコの建設業者に支援を受け、チーム名が、ロスボリクアスとなった。1956年、 リーガニカラグエンセでベースボールプロフェッショナルが始まると、プロ野球チームとして参加、3度の優勝を果たすが1967年のリーグ終了により存続の危機を迎えた。1969年にジュニア組織を設立。1970年は、酒造業者の支援を受けて、ビクトリア・ボーエルに改名するなど1977年を最後に1995年まで。 タイトルこそ獲得できなかったが、アマチュアチームとしての生き残りに成功した。2004年、リーガニカラグエンセでベースボールプロフェッショナルが再結成されるとこれに参加し、現在に至っている。ABCDE、ヒストリア、インディオス、デル・ボエル。2014年11月29日閲覧。ピーター・シー、ブジャークーマン、ダイヤモンズ・アラウンド・ザ・グローブ。 ザ・エンサイクロペディア・オブ・インターナショナル・ベースボール、グリーン・ウッド・パブリッシング・グループ。p－ 三百二十二、isbn 九兆七千八百三億千三百三十二万二千六百八十六。ホルヘール・デアルド・ドレラ・ナンバー,エルチーノ、lg のマレンデス、ウン・ベル・ド・デイロ、アイ・ク・アーのデル・ベースボール。ナショナル。エルヌ・エボ・ディアリオ。二千十四年十一月二十九日閲覧。 ライルス・パッツ、ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・ベースボール、スケア・クロープレス、P248、ISBN 9長7808億1087万9546。ありがとうございます。